ちも憂いはなくなる。着くぞ。登場だ。トリッ。何？その柱から出たらお前は死ぬことになる。キッキーフィンガー。あれ？あれ？くったな、ミスター！返せよ、ジグジョー！口の周り何つけてんだよ。え？はっ！ん？そういえば、礼言ったっけ、ジョルノ。言ってないよな、水取ってもらって。何か、奇妙だ。ドエキ様！島に上陸してはならないというボスの命令を何だ？しかし待て、ブジャルディ！何かただならぬことが！くれ！スティッキーフィンガー！これは？何が起きて？選別代わりに見せてやったのだ。これが我がキングクリムゾンの能力。時間を消し去って飛び越えさせた。腕をあえて固定しようとするとスティッキーフィンガー。しかしキングクリムゾン、すぐに読める。動きの奇跡。この世には結果だけが残る。時間の消し飛んだ世界では動きは全て無意味となるのだ。これがキングクリムゾンの能力だ。せめてこの地下から脱出するまで。裏切り者はもう一人いたのか。無意味な行為だったな、ブチャラティ。まずトリッシュを始末する。動くなよ、ブチャラティ。ジョルノがくれたチャンスは無意味ではない。動きを予想するというのなら俺もすでに読んでいたぜ。今だ、スティッキーフィンガー。キングクリムゾン。キングクリムゾンの世界では無意味な行為であることに変わりなかったら。くらえ、ここまでだ。攻撃しようとしたのはあんたではない、この柱だ。閉じろ、ジッパー。何へ。失礼しました。また後で出直してき。なんて美しい手相なんだ。あれ、おかしいぞ。急におかしくなった。この手相、寿命が全然。なるほど。キングクリムゾン。踏まれなくてよかった。歩道なんかにいると危ないぞ。ほれ、あっち行け。気をつけろよ。ほれ。一人では死なねえって言ってんだろ。くらえ！やろう！俺のエアロスミスにくっつけてやがった！キングクリムゾン。時間を 0.5 秒だけ吹っ飛ばした。
その時間内のこの世のものは全て消し飛び、